第2回世界一リノ決定戦、ええ名前ちゃいましたっけ、リノ世界一決定戦 B ブロック準決勝、続行です。ありがとうございます。続行でございます。直したなんて知られないですよね、はい、ピンプレーだった、はい、ありがとうございます。で、はい、ウイチさんと僕対決ということなんですけど、リノ自体打ったこと、はい、いや、よー打ってましたよ。一番好きなリーチ僕は右下段青7から、はい、子役のダブル電波外れだな。赤7狙うな、赤7とかじゃなくて赤7とかじゃなくて青7がバンとこうリプレイ外れるっていうやつです。ああ、はい、やっぱ定番っちゃ定番ですけど。そうですね、はい、そんな広がらんすかあれなんかこれ、はい、全ディールの出目をなんか言ってくれるかなと思った、はい、まさかのリプレイ外れ目が来るとは思わなかったんで、えらい非協力的な気するさん助けてもらっていいですか。いや、まあ3人関東から来てるんで、そうなんですね、ちょっと毛色が違うなと、時間かかってるんでここに来るまで、はい、本当に、はい、はい、じゃあもう次から関東でやりましょうこっちいやいや、まあ、アウェイで大丈夫なんで、ちょっとホーム感確かに出過ぎてますね。そうでしょ、はい、ジャンバリで、はいはいはい、ジャンバリのスタッフに囲まれてでしょ、はい、まあ、それは攻撃受けるよそらしゃあないですね、うん、確かに安田さん対1はちょっときついなと思ったんですけど、まあ、リノで戦うのは1対1ですから、はいはい、もう逃げ場ないですよ。うまいこと言った、今いいとです、すごい。僕はもう逃げも隠れもしないしないですか、うん、まあ、もう正々堂々戦いましょう。1時間1個勝負です、うん、大丈夫です、はい、多分なんだけど、はい、最終的には引きの勝負になると思うんだよね。もともと、もともとそういう勝負なのね。多分あれですね、残り10分15分で連チャンした方が勝ちます。そう。これ、オムダが言った名言だよ。どういうことですか？これ、最後、連チャン勝負じゃないですかとか言って。いや、ずっとそうです。ああ、そういうことか。そういうことか。はい。まあね、はいはい、とりあえず、引き勝負なので、はい、楽しんで、はい、で、まあ、負けてってもらえればいいかな。あー、わかりました。じゃあ、ゾンビ打ちとか、なんかそういう、一応ね、最初これがね、また、すごいんですよ。波を読んで、どっちの台みたいな、そういうの全くないんで、デメを読んで、いや、もう正直、どっちでもいいっすね。僕はまあ、正直、一応俺は、オモダとじゃんけんして、オモダが勝ったんで、オモダが選んだという、はい、あ、いい台を選んで、勝ち抜いたってことか。そうです。やっぱり一応、ほら、波っていうかね、そのこう、はい、各ゲーム数の履歴を見て、朝一からじゃないから、うん、あ、ちょっとここでハマってるからとかいろいろお互い考えながら、じゃあ、まあ、もうだけハイパーリノだけ俺が波とか言い出すの、他は一切言わないから。俺も、あ、一応こいつもゴリゴリの その数字タイプの、ただそのハイパーリノを楽しむためにはそうやって言ってた方が自分のモチベーションが上がるから言うだけ。トマトもタクの気持ちで押すだけ。そう、どうすか丸投げ急に。いやいや、なんか本当は冷めてんだよみたいな感じで、なんかちょっと、はい、そうですね、お前らももうちょっと番組やのに盛り上げろよみたいな感じで、そうそうそう、別にそれ言ってもいいんじゃないかも。じゃあ始めまーす。頑張ります。では実戦の方、はい、スタートです。お願いしますと、まあ、はい、今のところね、はい、現世界王者、はい、ウイチの打ち方も、あれ、中押し、中押しですね。これ右の台って、はい、さっきっていうか、その前回の収録でガルゾーさんが負けた台、そうですね、だからあのこっちの台が逆に言うと小田さんがいい台やと選んで、なおかつ勝った台と、中段トマト引いた方でしょ、はい、そうですね。縁起が
悪いっちゃ悪いんだよな。でも僕が好き好んでこの台を選んだわけではない。いや俺選んだ後に、はい、あそういえばこっちの台ってそうだったなって。あ今やったら変わりますよ。いやこれがね、はい、すいません今変わろうか。いやサミキリないっすよそれ。だって今だったら。いやそれはなしにしましょうよさすがに。それはない、はい、駅とかじゃないっすそれは。もうここだったらもう同じあれなんで。なるほど、ね、はい、バトルフィールドなんでこれは。おこれはもうもろた。あざすさあどっちかどっバケバケ。あま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 あです。あナイス。しかも僕あれですからね、めっちゃきうわうわ早い早い同じ展開。え負けなの。負けです。あよかった。あれ二郎くんなんか右でやりましたね。二郎くんなんかあこれチェックですよ。中右でやってるから見倒しできてないんですよ。ほら90終わりました今。いいいい黙っとこ黙っとこ、はい、こんなのはこれはねペナルティだと思うんですけど。こんなの勝ち上がってきていいの。これ理論好きと言えるんですか。これ俺のリンゴこぼすのなんかもう変じゃない。ボーナスおもらしくんじゃん。もうなんかボーナスおもらしくんですねえ、ええ、もう称号できたね、ええ、集中してるからあんま喋んないでほしい。ちょっと待ってください。番組っすよ番組は、はい、ナイス。はいミスミスミスなんだよそれ。あそういう捉え方なんですね。そうだよ揃わない方のトマトを叩いてしまったんだから。はい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 。結果的にミスなんだよ。まあ2分の1っすもんね。そうそうそう。これ今ノーミスだからね。はい1の1パーフェクト。はい来た。いや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 引き止めてから言ってください。それはドスーンと青七が止まるです。お単独っすか。そのどういうことだ。しかもうわその出目嫌や。うわ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 はその出目嫌やな。ちょっと俺にとっては新しいパターンだった。これは外れた時点で当たりなの、はい、いや違います。外れ方というか、いや外れた時にトマトがここに落ちたらダメだろ。ここだったらセーフじゃないの。これ降格中の、まあいいや。やっぱ中押し慣れてないからこういうのでびっくりしちゃうんだ。直撃今下嫁ですこれが、はい、しかもこれ失格じゃないですか。そうなの。多分そうです。なんで青奈良が中段に止まって、イエーイラッキーレモン。聞いてない気がする。お前嘘教えてんじゃねえよ。これあそうなんすか。あれやっぱまだまだだな。あそうなんすね。いやいや俺もなんかおかしいなと思ったからうんって言わなかったんだけど、はい、え青七握りるまあいいや。いやねだから分かんないこといっぱいあんだってまだ。次いきます。ボーナスじゃないやつだ。じゃない方ない方。もうそこまで分かるんすね。分かる分かる。化けだったな。最悪や。前のめりすぎる。でもほらトマトポイント1リードでしょ。俺まだ1回だもんな、ね、まあでもあくまで短時間でどれだけ出せるのかっていうのが戦いなんで、僕正直トマトを狙ってないです。なるほどね。あっお前や俺ミスしてました。え何が。中右左って押してました。え、それを何今ディレクターが教えちゃったの。俺は気づいてたのに。え、マジっすか。こいつ取ってないなって。え、
なんでやろ。俺も聞くまで知らなかったけど。うわ怖い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 。もしかしてさっきの化けそのまま紹介したの。いやさっきも絶対そうっすよね。ナイス。怖っ。ゾッとする話ですねこれ。最低だな。一番ダメなやつですね。青リンゴおもらし王子とか言って笑ってる場合じゃなかった。確かに。でもあのトマトが外れる分にはいいにしても、おっとナイスミス。そのミスまだ良くないですか。トマト外れての種なしって一番悔しいじゃないですか。あれもうダメなとき徹底して続くからね。ですよね。朝からリノに行ったことないだろ。あの狙える店しかないです。で積もったことあるの。あの設定用じゃなくてあれですね、状態。状態、はい、です。あしまった。いや、はい、おもらし王子。よし、おもらし、おもらし、おもらし王子です。おい、イエーイ、世界王者がおもらしだよ。おもらし、なんとかなんないかなこれ。まだなんとかなる編集で。ならない、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 きつい、ならない。後ろの人がさ、青リンゴ1ってチェック入れたんだよ。で、これもう一回やったら俺と一緒でしょ。なれますね。いやもう一回やれ、もう一回やれ。あーべ、おもらし王にリーチだよ。僕もそうっすからね。もはや1個こぼしたの。いや、今こぼしたわけじゃないですけど、だからボーナス中にやってなかったっすよ。あー、はい、ボーナスおもらし王は多分1人しかいないと思うよ。まあ今後出ることもないでしょうね、間違いなく。頼むぞ。よっしゃい、大丈夫、金なしだよ。残念。残念、金なしだ。あー悔しいな。やっぱあんまさ、はい、そういう時にこう感情こもってないじゃん。なんすかね、まあ、悔しくないわけでしょ本当は。いや、まだ大丈夫っていう思いが確かに強いです。あれが、まあ、残り15分、ルイチさん500枚持ってる僕持ちメダルなしっていう状況なら、あーってなりましたけど。です、ナイス。あ、もうやっぱこれなんすよ。こっちなんすよ、引くべきは。ウイさん、それね、はい、それさ、はい、下段に青なら止まることあんの。僕見たことないっすよ。いや、そういや、あ、わかります。だから単独だったらドスーンとあると思うんだよ。へったくそだなお前、どこしてんだ。ナイス。罵り合うのやめませんか。え、クイさん、これ提案なんですよ、ここからの。分かってるよ、はい、お互い同じレベルだったら、はい、同じレベルの会話ができるんだけど、はいはいはい、ちょっと今の目押し力ではね。待ってください。いやいや、数字にしか興味がないんだから、リーチ目なんか知らなくて当たり前でしょみたいな、はい、スタンスでいいじゃん。いやでもまあまあそうなんすけど、まあ、恥ずべきあれやったなと。俺何でも知ってますみたいなスタンスで物を語ってたのか。に近いあれはありましたね。あー、じゃあダメだな。いやまあその勝つということにおいてもね、なかなかやっぱナンセンスなあれですし。いや、そういうところでも偉そうに調子乗った風に見せないです。やっぱ虚勢って大事ですもんね。大事大事。もうシンさんとか見てたの。失礼しました。そんなことあるの。失礼しました。じゃあやっぱ下段のこれあるよ。ありそうですね。ああ、ちょっとハマっちゃったけど。やっぱね、ボーナスの消化スピードが速いから。速い。やっぱね、ビッグを連チャンしていったらもう時間がね、残り10分とかでも余裕でまくれるっていうね。これ気持ちいいですよね。でも、そうそうそう、今まで一番ネックだったそのボーナス消化がストレスフリーでできるっていう。ね、まだまだビクともしない。もうでも3分の1終わりましたから。大丈夫大丈夫。
これね、多分だけど、はい、最後は引き勝負になるんじゃないかと。おお、トドのつまり連チャンした方が勝ち。ナイス。わあ、オーケー。どんまいどんまい、ノットオーケー。でも中、うわ、いいね。ほっ、あー、よくない。ウイさんよく言うじゃないですか、よくないの続くって。ハイパーリノでは、いや、ほんとそうよ。まず、はい、出ても揃わなくなるでしょ、はい、で揃っても種なしになるでしょ、はいはい、でそれがもっとこじらすと、はい、ほら来た。でこれがこじれてくると、ここにトマト止まんなくなってくるから、そこまでこじれてきちゃうともう重傷。その日は撤退するべきですか。台を移動した方がいい。あー、台移動か。あ、相性みたいな話なんですか。ね、なんかタイミングがあるんじゃねえかと思うんだよ。これ8台とかあるでしょ。本当はさ、ね、なんか何時間かの実戦でなんかほら移動とか波を読んで移動とかっていう戦いもちょっとしたいよね。わかります、うん、さらに上リバーを狙っていくと。そういい波を狙ってひたすら動く。無言、無言トマトです。あるあ、トマトこぼしめですからのあるね。やっぱおーい、ね、あー、まあ、はい、これ単独だ。単独じゃありません。これ単独だ。単独じゃありませんよ、おじさん。ピンク確定ってジローが言って化けが出たね。だそうなんですよ、不思議とね。そんなことが起こりうるんやか。青コに止まってあれやと思うじゃないですか。化け、むしろ化けなんじゃねえの。むしろ、ああ、ビッグの時は下段まで落ちるとかさ。あー、でもかもしれないですね。まあ研究不足ですか、それは。なんかすごい嫌なんだけど、負けそうな感じで。僕が今350枚ぐらい対ウイチャが0枚と。0枚言うやん今。あぶな、ノールック青リンゴだよ今。危なかったですね。完全危なかった。またトマトしか見てなかった。なぜうわ、漏らせ漏らせ。今危なかったっすね。チャンピオン漏らせよ。これやりますね。やるやる、やります。やってほしい。やっていただかないと。今は青リンゴを引きで取りましたからね。そもそもさ、はい、1時間しか打てないのに、はい、自腹だっていうのを聞かされて俺びっくりしてんだけど。いやいや、そら自腹っすよ。いいじゃないですか、熱くなれません。いやいや、1時間で2万とか負けたらシャレにならねえんだよ。ありますよね。もう7000円だよ俺。 A タイプは1台に5000円しか入れないと決めてるこの俺が。へえ、もう7000円だよ。5000円使ったら大移動するってことですか。おう、大体だって6段階設定がある台でも、はい、大体まあ5000円以内で当たるじゃん、6なら。ああそうですね、大体ですけど。そう、でも逆に言うと1も6も大して変わらんまでありますね、5000円以内に当たる。いや、そうなんだけど、まあ5000円以内で普通当たるよねっていう。そこで当たんないのはもう縁起が悪い台ってこと。ああ、やっと。
く半分が過ぎますけれども、小田さんのトマトが合計10ポイントでしたっけ。俺まだ2だよって考えたらやっぱ10ポイントって強いっすね。でかいでかい。俺もでも次のトマトチャンス外れたらやめようかな、はい、危険ってことでいいですか。うん、もういい。その代わり直ちに帰る。ああ。やっぱほらどんな名プレイヤーでもさ、はいはいはい、毎回いやいやいやないでしょ。前向きだな前向きだな。それは見てよ今の今口遅れがあったんじゃねえかと思った。あそういうことね。毎回勝てるわけじゃないじゃん。そりゃそうっすね、はい、あーちゃんと一郎ですら3割ですからね。そういうことだよ。一郎3割も今打ってないから。あーレモン、あーセーフ。そっからセーフないからでもイチローは前打席本気で打席立ってますから。いやだから偉いよね真似しようとしてくださいよ。イチローは偉いと思うけど、はい、ウイチローは偉くないから。あーやられた。それはなんかやられた。はい、同い年なんだけど。あ、そうなんすか。うん、ウがつくだけでこんなにも違うかと思う。世界チャンピオン苦戦、世紀の凡戦なんじゃないの。いや、ドラマが生まれる時ってやっぱりその台風の前の静けさみたいなものはありますから。だと思ったほうが、はい、じゃあ俺も姿勢正しちゃおうかな。はいはい、そうですね。もうここからバチバチの殴り合いのビッグ引き合いになりますよ。本気の姿勢でやっちゃうわ。いいんですか。もう言い訳できなくなりますよ、おいさん。大丈夫大丈夫逃げも隠れもしない。やっべ、2万円目を出すって考えられない。あら、チャンピオンまさかのおかわりですか。最下からチャンピオンなのに。これ今僕もう100枚持ってないぐらいなんで、レギュラー引かれてももしかしたら逆転されるっていうぐらいですね。いいね。これはまずいぞ。なかなか考えられたルールなのかもね。まあ確かにそうなんですよ。走り切れるやつは走り切れるし、そうそうそう、無理なやつ失速していったやつはまたスタート地点に戻れと。だって俺もう死ぬほどトマト出ねえ。でもこれがまた追加された中段トマト3ポイントルール、2回引けばトマトも今1ポイント差ぐらいじゃない。いいっすよね、2ポイント差。俺3回おーし、おーおー来た。しかも全ドルトマトで、全ドル来た、全ドルトマト来ましたね。全ドル、これ3ポイントだっけ。3ポイントです。よし、おめでとうございます。逆転でございます。トマト出玉も逆転だからね。出玉も逆転。うわ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 、大逆転。やられたやられた。来た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 、ナイスビッグ。いやー、やっぱね、王者見せちゃう、王者っていうのはね。結局だとあと俺もうすっごいゆっくり打つから。えらいゆっくり打ちますね。え、そうかい。ゆっくりとかダメ。そういうおい、そういうダメですよ。おい、これはダメだよ。こら目押ししてますよ。俺もちゃんと言う。ちょっとちょっとちょっとダメですよ、認められませんよまさかの放送席からクレームが来た。行くわそんなそれ卑怯なことするな。じゃあ俺ちょっとこれ食事休憩行こうかな。いやでもこんなん全然抜かされますよ。え、だって逆に僕ビッグ一発引いたら同点っすから。いやいや、今買い出した直後だったからやっぱさ、はい、年取ると、はい、いろんな知恵が身につくんだよね。
とかあらゆることをして勝とうとする。でも実はトマトポイント同点です。嘘だよ、俺のが勝ってる、1個勝ってるでしょ。俺6だよ、だって今の6対6なの。申し訳ないです。びっくりした。そっちでも負ける気ないですし、もちろん出玉でも負ける気ございませんので。まあでもオムダの銃を抜かなきゃいけない。そう、まあまあまあそこはね。しかもだってジローの場合はチャンス今回しかないわけだから。お、負け引いたね。あ、いかん。よっしゃ、ちょっとペース上げよう。これでもペース上げるのが正解かどうかも微妙なんだよね。出したらめっちゃ引けるときとかあるじゃないですか。あるあるある。あれをどっちが起こせるかっすもんね、要は。いやだから本当に、はい、残り10分ぐらいになったら引き勝負じゃないかと思うんだよね。それはトドのつまり連チャンスとした勝つってことだよね。そうっすね。まあこれね、誰が打っても同じようなこと言う、言いますな、言う場面になるよ。で多分これ俺のことディスってるより今思ったけど完全に要はね。ウォッフー、さあ頼むぞ。ウォーセーフ。何を俺は叫びながらここで期待してんだろう。まあレモンが斜めありますもんね。こうなってくるとちょっと残念なのは、出目を楽しむ余裕がなくなっちゃうことだね。ぶん回し体制に入ってますからね。そうそうそう。今もトマトミスったけど、はい、ほらもう2連続でミスってんだけど、うわーとか言いたいけども、もうそれよりも急いで次々ってなっちゃうもんね。数を回さんとやっぱ、まあ、数回した方が有利に決まってますからね。いやだからジロー君大したもんだよ。どういうことですか。いや王者をここまで本気にさせてるっていうね。トグロみたいな人いますねこれ。そうそうそう、本当、はい、指先でちょちょっとあしらってあげるつもりだったんだけど、王者を焦らせているよこれ。でも本当に次がビッグか化けかで、はい、あー遅れた。ナイスー。これワンカメだろ遅れで。絶対そう。イッホー。あーやられたー。いやーここでやっぱ遅れ引いちゃうあたり、すごいね、やっぱ自分の才能にこう鳥肌が立つというかさ。だから小遅れの時は中押しの、はい、青七狙いとかが熱いんだよね。あーなるほどね。青七下段にもリンゴがあるから、どっちだって右押す、右左押す楽しみが。もしくは小遅れの時のみ順押しで7リップバー狙うか、あズバッていくかなってなるか、どっちか。あ、俺そうしよう今度から見つけちゃった。そしたら順押しする機会も増えできる。もう何外れたんですよ。トマトがトマトが揃わなかったです。よし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 、いいぞ。いや落ち着こう、冷静だろ。運は我に味方しているな。そんなに100ゲーム超えることないよ、なかなか。あ、当たった。え、当たったよ。プレー外れたもん。逆押しっすか。ナイス。頼む頼む頼む。よし、あだいぶやばい、これはだいぶやばい。ミスった。
いやーよかった。だからこのおめでとうございます。トマトトマトってなってる時に単独急に来てびっくりっていうのが、まあ、ジョーリバーの条件ですからね。それジョーリバーに、行くためにはね単独しかないですよ。オカルトです。これで大丈夫だろう。残り7分18秒。今までなかなかの苦境からやっぱ切り開いてきたことも多かったんで、僕はこういう苦境をも乗り越えてこそ、まあ、43歳で生きてるっていうのはそういうことじゃないかな。いや、それがだから、はい、実力なのか運なのかって言われたらほぼ運だと思うけど、結局さ、強運の持ち主が生き残ってんの、はい、まあそうですよね、うん、誰に聞いたんでそういう、みんな、なんでそんなに長いことこの業界で飯食えてるんですかったら、はい、ラッキーと。いや本当に、まあ、いろんな意味での強運ってことですよね。そのパチスロだけじゃなくて、ちょうど何の取り柄もないのにパチスロが盛り上がる時期に履歴書を出したから、はい、人が足んなくて出せば受かる時代もあったわけだしさ。はいはいはい。でなんとなく業界にいたらこうそこそこいろいろ使ってもらえてみたいな、君たちみたいにこう自分でなんかこうキャラを作って頑張っていかなきゃいけない時代ではなかったから、まあ始発に乗ったって感じですもんね。ああもうそういうことね。だから僕らも終電間近やったんで、うまいこと言うけど何もあげないよ別に。ちょっとだけ手玉ください。あ、本当。じゃあ当たり玉1個あげる。やったーです。ラッキーコイン、ラッキーコイン来た。いいよ、これは昭和から続く伝統的な文化ですね、ラッキーコイン。パチンコ玉とかもね、おばちゃんがよくくれたりしてたから思い出しちゃった。別の番組のさ、はい、トーナメントで当たったじゃん。あーよかった。もうバケなんだよね。さあトマト何ポイントでしたっけ。88 8。あと4分、いけるんじゃねえか。これは相当きついぜ。中段引けばいいだけですから。いや種なしトマト、あーそういうことか、はい、4分で2回はどうかな。そんなことよりビッグ引いた方がいいと思うんだけどな、うん、トマトはおまけだからね。なんでトマト取りに行くのこのタイミングで。あでもここで勝てないからじゃないですか。いやだってビッグ 2連チャンとかすりゃもう。でもビッグ消化してもう一発はちょっと時間的に厳しいじゃないですか。結局ビッグレギュラーのこの1対1をいかにビッグにいけるかですもん ね。今日僕ちょっとレギュラー多いんで。だもうその辺だよね。ですね。動画ではよし、あとトマト1回で並ぶ。しかしあと1分38秒。いや十分です。これはワンボーナス引きたい。ワンビッグ1分30秒。あ、リンゴ狙っちゃってますな。真面目かよ。フラッシュきた。引いたわ。パネルビカビカビカーだって。ありがとうございます。とどめだ。やるほど、ね、今のよかった。最後に持っていくところね。プチフリーズなのかな、俺初めて今出たわ。レバーオンでですか。レバーオン、レバーオンで、でも固まったのかな。パネルがビカビカビカーって下パネも、びっくりした。さあ次郎君トマト厳しいか、滑り込めるのか。5 4 3 2
1、うわー終了。さあ、まあ、俺は取り切って終わりだね。はい、やめろ。よしよし、トマト持ってった。お疲れ様です。ということで1時間経過しましたんで、はい、出玉を流してエンディングです。結果発表。はい、よしよしねぎらいの言葉をありがとうございます。いやいや、ほんと頑張ったよ。はい、あのね、強かったっすね、やっぱ王者たるゆえんを感じました。勝負ごとはね、やっぱそうですよね。前半あんだけ文句言ってたのに、はい、いやいや、ほんまに怒ってたもんね。ざけんなクソまで。タイミングがあったんですよ。ウイツさん座り直した時からめっちゃ強なったっていう姿勢はね。そんなことあると思って、多分うまいことできてるなと思って思うた。もうそれやってたんだけど、足組み替えたりしてたんだけどね、ええ、ちょっとそれあるかもよ。それで勝ち残ってるから。あ、一応手も変えましたけど。え、じゃあ姿勢、打つ姿勢と座り方は大事です。それ研究しようかとかな。でも結果行き着くのはこういうのだったらどうするんですか。よう引けるあれ隣の台までこう足を入れる。毎回1000円入れたら隣の台ですもん。やり出すことになりかねない。さあ結果です、はい、私802枚、36枚。おお、まあ投資かさみましたけども、その分もね、きちんと。すごい、まくり方がやっぱかっこよかったね。いや、かっこよかった。最後中段トマトも決めて、しかも全部ドルトマトっていうね。で、最後あのピカピカピカっていうのがあれね、もう見れます。下パネ取れてないでしょ。いや、取れてます。あ、うん、そうなんですか。取れてます。おお、あれ多分だからフリーズっていうか、あれウェイトがかかってたんじゃない。そうそう、でバーってなんかウェイト切る、ウェイト中にね、回転だった。なるほど、なるほど。多分あれビッグ確定ですよね。まあさすがにそうじゃなきゃ暴れるだろう。暴れます、ね、あれでバーンバッサー揃ってたら最近のパチンコだとやりそうだけどね。あるある、レインボーであのゴミみたいなやつ、はい、いやー、まあ、はい、私勝ち上がったということで、はい、晴れて決勝戦は桃田君と対決することになりました。でも、はい、称号はトマト称号、僕まだ維持ってことですね。そう、トマト王は、はい、10ポイントが、あのボーナス、ボーナスおもらし王が、いや、まあそうなんですよ。ボーナスおもらし王、だからさ、勝ちに徹するなんとかね、今日初めてだけど、はいはいはい、その話聞いてたじゃん、はいはい、なんかやっちゃいましたね、完全に。ダイがね、イエスとか何も言ってくれてないところで気づくかなと思う。ああ、もう放送席では分かってて、やって一発目で僕気づきました。1回目はちゃんとやってたわけだから、はい、あの最初の時はやったわけですよね。いや、そうそう、今までやったのにもう普通に上がってたんですよ。まあ、上がってた。あ、そういうことなんだ。緊張してたんですよ。上がってたってことなんで、はい、偉そうなこと言ってても緊張はするっていう。まあ、まだ、はい、あのこういう舞台に慣れてない。そう、20代前半っていうところ。あの、はい、ここもおもらし王のチャンス、おもらし王のチャンスあった。これやった時にもずっと赤とか押してる時にいけいけいけってずっと言って、1回右からの時赤2連続あったんですよ。そう、あそこワンおもらしあったね。だからちょっとおもらし王も取ってほしかったんです。いや、危ないとこでした。もう冗談しか見てないから、ね、そう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 、ふーんみたいな。あれでやっぱトマトって頭がなってると、あのリノ感になっちゃうからね、前のリノの感じになっちゃうから。いや、だから下手にリノ打ち込んでたのがやっぱ災いしてる感じですよ。そう、打ち方によってほんと混乱しますから、ます、うん、その辺ちょっと気をつけて決勝には挑みたいと思います。はい、というわけで、はい、今回は僕の勝利ということでございました。はい、ありがとうございました。いいんだよ、拍手しても素晴らしい、負けました。